平成28年秋第2問現問存の兆候のあった設備の X1 年度の期末における母価が100億円経済的残存使用年数にわたって生ずると見込まれる割引前将来キャッシュフローの総額これは90億円使用価値が70億円賞味売却価格が60億円このように見積もられたときのこの設備の X1 年度における 対,借対象表価学はいくらですかという問題になっていますこのように A から E まで選択肢があってここから求めるという問題になっていますでは回答に参りましょう。減損会計というのは 固定資資資産に投資した資本これが収益性の低下などによって回収が見込めなくなった場合にその固定資産の帳簿価格それの下落を反映させる会計処理のことこれを減損会計といいううふうに言いますこのように固定資産に投資をしてで将来このようなキャッシュフローが見込める場合これは十分に固定資産に投資した額を回収できると。 ただこのようなもので将来のキャッシュフローがこのように減少するこのように見込めた場合これは固定資産に投下した資本の回収が見込めないことになります。よってここで減損会計を適用する必要があるわけです。では今回の問題の場合固定資産の帳簿額は100億円です。 でえー、経済的残存使用年数の間の将来キャッシュフローが総額90億円ということが分かっています。また使用価値が70億円、賞味売却価格が60億円というふうになっています。この使用価値というのは継続してこの固定資産を使用した場合に見込まれるキャッシュフローの現在価値これを使用価値というふうに言います。まず最初に。 このの固定資産の帳簿額である100億円、それとここですね、ここの将来のキャッシュフローの額総額これは90億円この将来のキャッシュフロー総額の方が少ないということが分かります。ですのでここで減損会計を適用するということになるわけです。では減損会計を適用してではどれぐらいの回収可能額であるかと。 ということを決定するわけですでは先ほど出てきた回収可能価格これは何かというと売却によって回収できるという賞味売却価格と使用によって回収できるという使用価値これのいずれか高い金額のことこれを回収可能価格まあ回収できる金額のことですよね。 このように商品売却価格と使用価値の大きい方問題ではそれぞれ60億円70億円というふうに与えられていますので70億円ということがわかります。よって減、えー、損会計これを適用しますのでこの固定資産先ほど100億円というふうになっていた帳簿価格を実際の、まあ、実際のとか回収可能価格ですねこれである70億円に切り下げる必要があります。 もともと百億円というふうに、えー、帳簿上なっていたものを。七十億円に切り下げるということです。すなわち、差が三十億円。なので、百億円と計上していたものを、七十億円に下げなくてはいけないので。ここを減損損失として、特別損失に計上する必要があります。よって、えー、答えはこの七十億ということで、回答は D. になるわけです。